今注目を集める若手女優の一人が福本莉子、21歳だ。映画やドラマなど話題作に立て続けに出演。今後への期待も高まる福本のヒロインの王道とも言うべき歩みをコラムニストのペリー荻野さんが解説する。先日公開された映画、セカ恋こと、今夜、世界からこの恋が消えても、眠りにつくと記憶を失ってしまう、実在の難病、前向性健忘を患う真織、福本莉子と、彼女に、嘘の告白をしてしまった、同じ高校の通る、道江俊優が、少しずつ距離を縮めながら綴られる、切ない、ラブストーリー。個人的には、辛い境遇の娘のことを思う両親、水野真紀と野間口徹の姿にも、感情移入して泣かされたが、若い恋人のキラキラは、やはり夏にはよく映える。その福本莉子は、今、ドラマ、赤いナースコールでもヒロイン、三森有沙に、恋人の脚本家、春野翔太郎、佐藤勝利とドライブ中に事故に遭い、担ぎ込まれた病院で、次々と、猟奇殺人が起こる。翔太郎はギプスで、身動きができず、有沙は顔に、大怪我を負い、個室で治療を受けている。だが、意を決して顔の包帯を取ってみると、不思議なことに傷はない？5分に1回の恐怖、この夏史上最強ミステリーと言われるだけに、いきなり翔太郎のスマホを手にした被害者が上半身と、下半身を切断された状態で見つかったり、無残な被害者が続出。恐ろしい場面が次々出てくる。怪しい影、血しぶき、死を呼ぶ、都市伝説、閉じ込められた、環境、ヒロインが危なければ危ないほど、ドラマは盛り上がる。ミステリーやホラーは、ラブストーリーと並び、ヒロインが、最も光るジャンルと言っていい。2016年、沢口靖子、長澤まさみ、上白石萌歌らを輩出した、東方シンデレラオーディションで、グランプリに選出され、デビューした、福本莉子は、ヒロインの王道を歩んでいる。2019年には、黒トカゲ、ブラックリザードマイナスで、美しい女族、黒トカゲに誘拐される、大富豪の娘、サナエともう一人の若い女性、陽子の2役。サナエは、江戸川乱歩が生み出した代表的な、可憐なヒロインである。